どうも、ちゃこ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきます。本日の授業のテーマは京都アニメーション制作作品軽音についてです。それでは授業を始めます。お願いします。はい、というわけで本日は軽音についてお話ししていきたいと思います。原作は漫画タイムキララで連載されていたカキフライさんの4コマ漫画です。ジャンルとしてはいわゆる日常系ですね。記号的な萌えみたいな要素もまああるんですけども、そうじゃなくてこう何気ない仕草であったりちょっとした動作みたいなすごい細かい感情の機微まで分かってしまうようなリアルな心情描写が、まあ、京都アニメーションの真骨頂かなというところでして、キャラとしての魅力がものすごく高まっているっていうところで私は大好きなので、今日は軽音の良さ、それを作ってる京アニの良さっていうのも伝えていきたいなと思います。本日のテーマなんですけれども、京アニってすごいってなるおすすめ回のまとめ、ただし完全にね贔屓させていただきます。まあ、メインキャラ5人いまして、その中でも、ドラムを担当しておりますタイナカリッちゃんが私はめちゃくちゃ大好きなので、まあ基本的にはそのリツメインでおすすめの回をお話ししていきたいと思います。この動画を見ていただいてまた全話見たくなるようなテンションでお話ししていきたいと思いますので、はい、軽音大好きだったとかめっちゃ見てたっていう方はどうぞ最後までご覧になってください。で、今回はまあランキング形式で発表していきたいと思います。6位まで用意していきましたので、第6位からお話ししていきたいと思います。第6位はサブタイトル軽音。こちらは第1期の最終回の、まあ、学園祭のライブ会でなりますね。ごめんなさい、さっきリツが好きだって話をしたんですけれども、第6位がおすすめな理由は、ユイアズです。ユイとアズサの、バックハグのね、シーンがありますね。あそこが、一番好きなので、ちょっと6位に入れました。ユイがちょっと熱を出して、本番のライブに臨めないかもしれないってすごいみんなが心配してるところで、やっとユイが部室にたどり着くんですね。めっちゃ心配してたアズサがちょっと拗ねちゃって、ユイがそこにこうバックハグして、アズニャンごめんねっていうところがあるんですけども、ユイはいつも先輩なんだけどヘニャヘニャでアズサにこう叱られてるみたいなところの掛け合いがあるんですけども、このハグのシーンだけ一瞬こうユイがちょっとアズサをリードするみたいなところがめちゃくちゃ燃えますね。いつもと違う関係性に一瞬なるっていうのがめちゃくちゃいいので、ここおすすめです。続いて第5位です。第5位は残暑見舞い。こちらは第2期の13話になります。お話自体はあずさがメインの回になってますね。なんですけども、ここは私はリツの私服がめっちゃ好きで第5位に入れました。ただそれだけの理由です。めっちゃ後半で夏祭りに行くシーンがあるんですね、みんなで。で、その時のリツの服装が個人的には全ての軽音の話の中で一番好きな私服ですね。こういう白シャツに黒いベストを着てて、で多分下が黒いズボンなんですけど、めっちゃボーイッシュなんですね。この格好でミオとデートしてほしいなみたいなくらいめっちゃかっこいいので、まあのね、リツがメインで出てるコマがかなり少ないんですけども、服装はわかるので、ボーイッシュなリッちゃんが好きな人にはたまらない衣装なので見てください。はい、続いていきます。第4位、サブタイトルドラマー。こちらは第2期の第3話になります。これはもう紛れもなくりっちゃん回ですね。で、この回ではりっちゃんがドラムやだって言って、ちょっといろんな楽器に手を出すんですよ。で、最終的に最近ドラム叩いてないなーってなって、部屋でスティックちょっと持ってみて、雑誌を台にして叩いて、で、その叩いてる時の顔ね、横顔の抜きが入って、リツが最初はちょっとまあ浮かない顔で叩いてるんですけども、徐々にテンポが速くなっていって、内側からもうドラム楽しいっていうのがわかるような表情にどん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 変化していくんですね。その変化を捉えた描写がマジで美しいというか、リッちゃんの魅力っていうのを最大限に引き出す演出がなされてるので、マジでおすすめですね。屈託のない笑顔が最高に可愛いです。その時の髪型と部屋着も結構好きで、いつもカチューシャしてる部分の髪の毛を少し束ねてて、でそれがタラーンとちょっとおでこ側に垂れてる感じなのかなっていうのが可愛いのと、でっかい T シャツにサロペットみたいなのを着てて、でそれをあぐらかいてる感じなんで、ボーイッシュ率がめっちゃ高くなってて個人的には大好きですね。はい、続いて第3位です。
サブタイトル夏季講習、こちらは第2期の14話になります。これはデート会なんですよね。立麦です。まあ名目としてはただ遊んでるだけなんですけども、どう見てもデートなので最高ですね。ベタで申し訳ないんですけども、リツがこう麦をどんどんリードしていく感じがね、たまらなくかっこいいですね。まあデートの内容はほんと可愛いもんで、ゲーセンに行って UFO キャッチャーしたり、プリクラ撮ったり、あと駄菓子屋さんに行ったりするんですけども、で UFO キャッチャーを麦がやったことがないので撮れなくてね、ぬいぐるみが、それをリツが代わりに撮ってあげたり、駄菓子屋さんでも麦が練り飴の食べ方がわからないっていうんで、こういう風にで、リツがその練り飴の棒を持ってこうやってこう練って食べるんだよみたいな、麦の口元にこのギュッてした練り飴を差し出すシーンがあるんですけども、でその差し出した練り飴をパクッて食べて赤くなるっていうシーンがあるんですけども、その時のなんかもう麦が完全に、まあカップルで言うと女の子側で、まあ、りっちゃんがリードしてる彼氏側みたいな感じになってるのがマジでたまらないですね。で、まあこの回はもう最後がね、最後が最高じゃないですか。リツと麦だけの、コマがあるんですね。麦のセリフで、リッちゃんってエスコートがすごく上手よねって言うんですよ。で、リツが、あ?って言って、で、麦がね、優しいし、人のために一生懸命頑張るし、男の子だったら、きっとモテモテよねって言うんですよ。そんで、リツがそれ言われて、どん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 赤くなって、うわ、やべえみたいになって、どう反応すりゃいいんだよって言って、ちょっと、麦を小づくっていうところで終わるんですけども、そのまず、リツがそれを言われて照れるっていうのがやばいし、麦が、リツの今日のデートの様子を男の子に見立てて、考えていたっていうのが、もう完全にやばいですよね。麦としてはもう、りっちゃんとのデートだって思ってるし、まあ、りつはそれを言われて、ちょっと、それを意識しちゃうっていうところが、めっちゃ可愛いので、はい。ゆりが好きな方にはね、おすすめな回ですので、かっこいいりっちゃんと、それで照れちゃうりっちゃんも見れちゃう最高の回になってますので、はい。ぜひ見てほしいと思います。続きまして、はい。第2位。この辺から熱くなってまいります。第2位は、サブタイトル、ピンチ。第1期の11話でございます。この回はかなり、まあ、割とシリアスな回になっていまして、普段まあ、じゃれ合って、まあ、仲良しのリツとミオが、ちょっとね、ギクシャクしちゃうんですね。まあ、リツがミオにちょっとやきもち焼いたりして、こう、露骨に嫌がらせをしたりするんですけども、で、ミオがそれに怒って、いい加減にしろ、みたいな感じで言うんですけど、で、リツの調子もどんどんおかしくなっていって、で、結局、リツはちょっと体調が悪くて、熱出してたっていう、オチだったんですけども。で、最後に、ミオが、リツの部屋に行くんですね。まず二人の愛が感じられるのは、ミオがリツの部屋に入る前に、リツはミオが来たことがわかるんですね。なんと、リッちゃんはミオの足音で、ミオかどうかが判別できるっていうのが、まあ、ここでわかりましてます。めちゃくちゃ燃えるんですけども、熱があって、横になってるリツに対して、まあ、ミオが、この間までギクシャクしてたけど、まあちょっと二人きりになって喋ることで、そのギクシャクしたのがちょっとずつほどけていく感じ、いつものリツとミオの喋りになっていくんですね。で、最終的に、リツが寝つくまでミオが添い寝をしているというね、しかもなんか手を握って添い寝をしていたっていうのがもうめちゃくちゃやばくないですか。絶対に何かちょっとあれなことが行われていたんじゃないかっていうぐらい、なんかやらしい雰囲気、まあそんなそんな描写はアニメではないんですけども、それを、その妄想をかきたてられるような、なんか、結構親密な空気感なので、なかなかリツミオファンには、たまらない回になってますので、はい。ぜひ、リツミオが好きだった人は見返してほしい回ですね。はい。いよいよ、第1位でございます。もう、間違いないですよね。リツがお好きな方は、もうあの回しかないと思っておられると思います。じゃあ、せーので言いましょうね。はい、第1位のサブタイトル、せーの、冬の日です。はい、第1期の番外編になりますね。話の内容としては、まあ、結構リツがメインの回でして、で、リツの、お家の郵便受けに、ちょっと甘ったるいね、言葉を書いた、便箋が届くんですよ。で、それをリツは、ラブレターかな?自分は例のラブレターかなってちょっと思ってて、でも誰にも言えない
でもかなり意識しちゃうみたいなところがあるんですね。で結局ネタバレするとこの便箋を出したのはミオだったんですね。新しい曲の歌詞としてどうかなっていうことでこうリツに見てほしいっていう意味で郵便受けに出してたんですけども、でその歌詞に書かれてある前髪を下ろした君も見てみたいっていうような歌詞がありまして、それをリツがちょっと意識しちゃって自分の部屋でいつも上げてるおでこの前髪をほどいてちょっと整えるシーンがあるんですよ。ほんでその時にちっちゃい声でおかしいしって言うんですよ。おかしくねえしみたいなおかしくねえしっていうのはね、もうあれですよね、あのシーンを見たりっちゃんファンがみんな声を揃えて言ったと思うのでかなり有名なワードになってるんですけども、とにかく可愛いんですよ。まあなんなら郵便受けからそのラブレターらしき紙を撮る時のシーンでも前髪下ろしてるんで、もうその時点で可愛いしおかしくねえんですけども、とにかくリツが可愛い回なので、そのおかしくねえしの時の前髪下ろしを見るためだけの回だと言っても過言ではないぐらいにマジでいい、マジでいい回なので、ぜひぜひ見てほしいと思います。というわけで本日は京アニってすごいってなるおすすめ回のまとめを紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。またねこの動画に関する感想とか、今日紹介してないけどあの話のこのシーン良くないですかみたいなことをコメントで熱く語ってくださると私はめちゃくちゃ喜びますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、で最後になりましたけれども、今日この動画を上げている理由はですね、あの日からちょうど1年ということで、亡くなった全ての方々のご冥福をお祈り申し上げます。でまたこの悲しみを乗り越えてこれからも素敵な作品を京都アニメーションにはね作り続けていってほしいし、で私たちはそれを享受して京アニの未来であったり日本のアニメの未来を支えていきたいなと、ちょっとでも力になりたいなと、応援したいなと思っておりますので動画をね作らせていただきました。また来年はね別の京都アニメーションの作品の授業の動画を上げたいななんて考えておりますので、リクエストなどありましたらよろしくお願いします。はい、京アニ作品は日本の誇りです。それでは本日の授業はここでおしまいです。ありがとうございました。